どうもボボビビーーーアートレザーのボビーです今日はですね11月14日土曜日ですね第74回目の配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビーアートレーザーのボビーです。今日もですね、大阪のボビーアートレーザーのアトリエからライブでお届けしております。ね、しばらくお付き合いください。今日はね、十、え、四、ー、日、十一月十四日ですよ。もうそろそろね、えー、紅葉もですね、楽しみなあ季節になりましたね。レーザーもそうです。ね、カジャンが、まあこう特にこういうね、えー、なんですか、ディアスキンシャツ。 あね、あのちょっとパッと羽織って、ね、出るにはちょうどいいシーズンになりましたね。えー、まあ,あ今日もですね、えー、とてもね、えー、天気もいいですからね行楽、えー、のところでですね、えー、ちらっとライブ配信をですね、えー、ご覧いただいている方も多いと思いますしね、えー、今日がねお休みの方もいると思います。 えーまあ、昨日、まあ、この配信を終えてからですねちょっと連絡もらってですね、えー、ちょっとまあ,あの頼んでたものが届いたということですねまあそれを、えー、受け取りにですねちょっと出かけてきましたで、えー、今日はですねそのレザーの話をちょっとはしてみようかなと思って久しぶりにレザーの話ということで,ですねお届けしたいなと思います、えー、じゃあ、えー、何をね ねもらってきたか、えー、受け取りたかというとですねこれですねえー、今ちょっと斜メをパシャッと撮ってきました撮、ね、ってみました、えー、これ何かというとですねえー、サメですねシャークですよ、うん、これはまあ国産ですねあのまあ,あちょっと待ってもうちょっとおこれね綺麗ですねえー、こうサメ肌ですねえーえー、この独特のこのしぼというかこう おなんて言うたらいあのー、このな、えー、模様っていうんですかねこれはヨシキリザメっていうね、えー、ヨシキリザメ、ねえー、日本のお気仙沼っていうところですね、えー、まあ,あこれのですね、えー、フカヒレを食べてみたいですけどね <laughs> まあフカヒレをおの、ね、高級フカヒレですよのおースープとかのね えー、こ,こんな形のあるじゃないですかねふかふかっフカフと言いますねふかあのサメのことね、えー、そのヒレのところねのところのとこじゃないところのそれを取った後のですねヨシキリザメのですね、えー、ここに手元にありますねここに、えー、レーザーがあーここにね、えー、手元にあるんでね、えー、お見せしたいと思いますねえー、このバッキバキの 分かりますこのね、えー、これ,これあのー、まあ普通にこうねご覧いただいてますけどねかなり大きめのサイズのものですね普段通称わりかしこういう形であの見てもらうこととはめタたにないと思うんですけどねあの1、ー、個ずつ答えが違うんでね、えー、あれなんですけどえー、分かりますかねこのこの 一枚丸々っていうかね、うん、一枚というかまあ半彩なんでしょうかね、まあ、この先吉までこんな感じでですね、えー、模様のどな天然これ天然の模様ですからねあの肩押しとかじゃないですからね、うん、こ,のこの墨黒っていうかねあのちょっとマットな感じの素材ですねあの非常に高価、えー、な <laughs> ね でまあ,あのよく長財布とかでとかあとなんかちょっとした小物とかでね、えー、皆さんあの多分百貨店とかのね売り場とかでご、えー、覧になってるんだと思いますねあとなんか冠婚葬祭で、えー、使ってるあのほらねあのー、ちょっとしたカバンってあるじゃないですか、あのー、ご婦人がねそういうようなんの まあまあまあ、まあ、ハイプライスな <laughs>、えー、ところのねそう、えー、ですね。あねえー、でまあちょっと朝ちょっとさこの配信が始まる前にねちょっと写メを撮ったんでねあほんで作品としてボビア・トレザーでね過去に作っらせてもらったもので言うとこのおねギターストラップがあ、まあ、代表的な作品かな今のところね。 うん、あのこれもですね非常に、えー、ロックな <laughs>、うん、ワイルドなあ作品でしたね、まあ、またあのブログとかね、えー、ご覧いただければなと思います。あのー、やっぱりこう素材こういうね素材の状態よりもやっぱ形になった時にね、えー、発揮しますね。うん まあ、あの柄も部位もですね、えー、一つたりとも同じものはないのでですね、うん、あの非常に、えー、コレクテティブアイテムコレクターズアイテムになるかなと思いますけどね、うんあのー、これはあやっぱ形にし,した時に なった時にですね、あ、やっぱかっこいいなと思いましたね。やっぱりこう、それをギターに取り付けられてですね。それを写真を後で送ってもらったら、やっぱこうヴィンテージのギターと、あの、相性は最高でしたね。はい。まあ、こういう感じでね、やっぱ、こん、なんていうの、四角、小物で作るのもいいんですけど、僕の場合でしたら、割と。尺を取るっていうか。の、ね、あの、作品も <laughs>、求められたりしますんでね。 ほ、うんでまあ切り売りとかで多分これこういうのが販売されてる場合もとかねあのクラフトショップとか行ったらね、えー、レーザークラフトとかのショップとか材料屋さんとか行ったらあ手に入るとは思いますけどねあの僕の場合はちょっと <laughs> 特別な用途が多いんであの。 マニアックな仕様が多いんでねあのこういう丸々で丸ま丸側ってよく言うんですけどねこの一枚のそれぞれでねえースしてそこからですねえ手作りでっていうかまあハンドメイドでねえ制作してお届けするというパターンがね多いんでねまあまあそういう感じで使ってますねはいまあそこそこ <laughs> しますけどねあのまあそれをですねまあ僕なんか 直接お,、ね、お客様にお届けできるので、ね、比較的、えー、あのお,求めお求めやすい価格で,です、ね、おとあの作品をですねい、えー、てもですねお届けしてるまる、あ、そういうジャンルですね。あとあとあ,あとあのマニアックなところですねついでに、えー、これもですね入手しましあさっきもしょしパシャッと写真撮りましたけどこれ何やと言いましたらね えー、これはオーストリッチって,って、ね、ダチョウですよねダチョウのその中でもですね、えー、種鳥って言ってましたね、あのー、要はでっかいオスなんでしょうねもうずっとおるようなだからあの通常なんていうんですか通常あの,みんなの目にしているーオーストリッチねの財布とかいろいろあるじゃないですか。より ああのこの粒がですねえらいこっちゃのぐらいでかいですねあの <laughs> イボイボ感がね、えー、たまりませんね、えーえーまあ、こんな感じですねあの粒々の写真見たらね、うん、な,んかなんかこうブックカバーとかーにするのもいいかもしれませんねぐらいの大きさはまあまあ撮れると思いますでぜあのオーストリッチってね全部があの粒々じゃないんですよねあのこう 一部分だけがこうなんていうんですか背中のところですねあのこうピーッとこうダチョウのあの何んですか羽があるでしょぶっといそれをねちぎってねそのちぎったところのプツッとなったところがねええいい感じのこのね柄に素敵な天然柄になるんでねお腹のところとかちょっと外れたところはですね普通のよく よくある普通の川ですね <laughs>、うん、で昨日もふとあと考えてたんですけどいろんなあ、ね、あの種類のです、ねえー、レーザーをです、ね、があ,ーあるじゃないですかまあ,あの変わったところでいうとお、まあ、象もそうですし、えー、キリンやら何やらもろもろねそんな、えー、ワニとかね、うん、トカゲとかそ中でですね あのー、鶏の皮ってないないそれはもうね鶏って食べますもんね皮,皮もね、あのー、マイブームでもう僕は鶏の皮は大好きですねあの焼き鳥の塩でねあのこれと日本酒でねもう、まあ、それはもう欠かせない感じですね、まあ、あとはまあ鶏皮餃子ですよねすべ、あのー、てが餃子の中でもべてが皮,皮のねもう中のあんもですねすべてが えー、美味しいというか、まあ、鶏なんかはねあの捨てるところなしですよね、うん、が鶏ガラのスープのラーメンもねもう醤油ラーメン最高ですねまあそんな感じでですね、えー、今日はですねえー、さまあちょっとまあこうね、えー、シャークのねシャークが手に入ったんでね、えー、この,でこれもあのその中でももう比較的、えー、面積の大きい レー,ダーですすね素材になります、えー、非常に、えー、が柄がいいですね。はい。ねえーえー、っと、あいろいろご覧いただきあり,がとうありがとうございます、ライブでね。あっ、坂さん、ベルーからありがとうございます、ね。久しぶりに入れました。 久しぶりでも久しぶりと思わない優しい笑顔がミラクルです。あそうそう <laughs> ねえー、家族からですね、えー「わざとらしい」とか言われるんですけどね <laughs> のまあだけどこう,こういう構造ですからねやっぱり、ね、この配信っていうのはですねあのなんかこう本当は喋ることもそうですしこのジェスチャーもそうですしなんか3倍増しにしてちょうどいいぐらいになんですって。 うん、けどまあもうこれは普通のもう僕らが普通でやってますからライブをね、うん、ですよ。<laughs> ね、まあ大阪もいい感じでね、えーえー、秋深くなってきつつありますね。うん、まあ今この時間日中はですね、えー、非常に過ごしやすい感じですね、まあえー。ちょっとお出かけしたいなというぐらいの気分ですけどね。 うん、まあ夜中に仕事っていう感じの方が昼より逆転した方が、まあ、まあ僕の場合はやりやすいんですけどもまあまあそういうわけにはいかないんであのお昼間ね、えー、いろいろこう用事してでまあ夜はなるべく寝るようにはしてます、まあ、制作が始まったらもう肥より逆転の生活のあたりも不規則になりますけどね、えー、あ,ありがとうございます秀美子さんありがとうございますえー サメ肌っていうぐらいですからザラザラしているのかばかり思いました。あ、サメハいやサメ肌っていうね。あと、うんそうだね。うんわざと坂本さんわざとらしくないですよ。だからその笑顔がホッとします。あねあの普段こんな顔なんでねあの、えー、子供の頃からですねあのヘラヘラしてると言って,てですね、えー、よく歯が見えてるってうねこうあの怒られてましたねあの時代ですね。<laughs> あのー、なんか真顔がいいっていうかね,こうね歯見してとかで、ね、怒られてましたね、えー、授業中なんかね真剣,なく真剣に見えないですからね、うん <laughs> えー、だけど、あのーまあ、この時代もいろいろ変わっていってますからね、えー、歯が見えててもね、えー、褒,め褒められたりする時もこうやってありますからね。うん やっぱりこう時代によってねたかだかこんなまだ50年ぐらいですけどによってですねいろいろ評価っていうのが変わるんですね、うん、はいまあまあ常にね前へ前へとねその時代時代にですね、まあ、やってることはあのアナログでえ 古いやり方かもしれませんけどね、僕のその作品とか、だけどもこう姿勢というかですね <laughs>、このやってることはですね、なるべくこう時代の中でですね、あったことっていうかフィットしたことをですね、なんか取り入れていきたいなとは思ってますね。はい、文明の歴史っていうかね、まあだけども本当こういうね、あのレーザーをですね、え。ー ね紹介していくこともね、えー、一つのありかなと思いますしね。うん、あゴツそのサメ肌言うたらなんかなんかすねゴツゴツした感じとかあ,ありますね。まあ多分それはですね生きているあの泳いでるサメのあれだと思うんですけどね。これはあのレザーに、えー、舐めしてですね、えー、作ったらねこんな感じになるんですね。 またあの画像が止まりましたんでねこの辺りにしたいと思いますねまたねいろいろいろんなニュースをですね届けたいと思いますまたあのね今日もですね素敵な土曜日をですねお過ごしくださいそれではねボ,ボビーでしたバイ やっぱり戻らんね <laughs>